ハンギョドーンはサンリオのキャラクターである。デザイナーはバット・バツマルの制作も手掛けた井上・ヒサト。中国出身のハンギョジン。1984年にキャラクター開発。公式サイト内の特徴では不思議系に分類される。その他1980年代を中心に子供向けの書籍が多数出版されている。イチゴ新聞の読者投票企画。 サンリオキャラクター大賞で1986年度において3位を受賞し歴代最高である。2013年サンリオキャラクター大賞24位。2013年サンリオキャラクター大賞の特別企画であるこれやります宣言で15位以内にランクインしたらエビセンズバーをオープンすると宣言していたが惜しくもランクインを逃した。 2017年のサンリオキャラクター大賞は、総合順位は18位で、ランキング時のコメントは、さゆりと歩いた、ランウェイ、忘れません。であった。2020年のサンリオキャラクター大賞は、総合順位は15位だが、コラボレーション部門では、YouTuber ーーのマータソとコラボした、ハンギョドンが1位を受賞した。また、コロナ関連によるサンリオショップの臨時休業が、 相次ぎ、思うように、サンリオショップ店頭からの投票ができなかったため、サンリオキャラクター対象終了後の6月12日から30日にかけて、スピンアウト企画のチップで投票リターンズが、サンリオショップ各店舗で開催され、サンリオショップの一つのハーモニーランドにおいての結果は、ハンギョドンは11位であった。2021年のサンリオキャラクター対象は、総合順位は13位。 いちご新聞ランキングでは14位を獲得した。いちご新聞ランキングでは去年より5位も順位を上げた。ハーモニーランドでのチップで投票では10位を獲得した。また、いちご新聞オリジナル企画で2016年よりサブキャラコンテストが開催されている。第1回のサブキャラコンテストではさゆりが22位にランクインされ、第2回のサブキャラコンテストでは 金魚ちゃんが48位にランクインされ、第3回のサブキャラコンテストではエントリーなしであった。第4回は、第1回第3回までの上位20キャラクター同士の決戦コンテストで、ハンギョドンのサブキャラはいずれも上位20位圏外のため参戦なしであった。仕切り直しとなる第5回のサブキャラコンテストでは、さゆりがエントリーし、17位にランクインされた。 ありがとうございます。